はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ドーブメン続きをねやっていきたいと思います。現在は生存者8人ですね。なかなか順調です。知識ポイントもねここもうすべてやりましたんで、次の時代に突入ですね。早速やっていきましょう。はい、ということで、なんとかこのねポッタリーですね、陶器をアンロックすべく、あと10ポイントね貯めたいなと、できるかなといったところですね。ほいほい、犬もいます。結構ねコロニー的には順調です。非常にめちゃくちゃねご飯あります。我々のねこのレベルではね、60っていうのは我々の中で非常にもう腐るほどあるぜといったところですね。ありがたい。まあこの間にとにかくできることをバンバンやっとくっていうのが手ですね。できることって何かっていうと、例えばね革の服をもっともっと作ったりね、あとはスリング8個あるからまだいいかな。武器ちゃんとありますかとか、ピッケルないって言ってるね。ピッケルね、2個、あとは斧はありますか。はい、斧もう1個、ピッケル3個。こういう感じでいろいろなものは早めに作っときたいですね。うん。ひょっとしたら家なんかももう一個作っといてもいいのかもしれないですね。まあ一個ね、指示出してるけどね。よいしょ。よし。で、家をいっぱい作っとけばね、新しい人が来るチャンスっていうのも増えるんで。はい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 。まだまだここにお肉あるんですよ。前回ね、マンモス取ったんで。はい、トーテムをね、作ったんで1ポイント、商人来ましたよっていうことで、どこに来たんですか？よいしょ。ここですね。はい。商人お肉とかを持ってきた。うん、うん、うん。どうしようかな。ご飯はね、正直いっぱいあると思ってるんで、あまり困ってないですね。なので、資源系を細かくもらっていけばいいかな。骨はいらないかな。この資源2つあればいいかなと思うんで、木の槍今後いらないから、木の槍っていうのは非常に古いからね。実はこれいらないんですよね。木の槍、木の槍はもういらないっていうことで2個捨てて、あとは、この骨をもらっときましょうかね。よいしょ。ほいっと。で、木の槍を捨てたので、骨の槍もっと増やしましょう。8個は欲しいねっていうのはね、壊れたりもするんですよ。よいしょ。だから4個プラス。こういう感じにしておきましょうか。よいしょ、よいしょと。いいね、いいね。どんどん作ってる。うん。家作ったね。かなり早く作ったね。で、人口は15まででしょ？もうちょっと作る？家ってそういえば、革2枚か。あー、実際もう川がないのか。これもね、一匹だったらな、行ったかもしんないな、我々。ここで2匹のところ行くとね、調子に乗りすぎっていうことでね、やられる可能性は往々にしてあるので、ちょっといけないな。様子は見ときましょうか。はい。で、この間多分みんなやることないんで、木をもうちょっとね、キャパを上げて集めていきましょうか。多分その方がいい。制限を上げていきます。魚とかはすでに制限は上がってるからいいけど、あとこれちょっと上げとこうかな。ね、40個ぐらい。これ、50個。40個ぐらい。石。どんだけこの時代使うかわかんないけど、40個。こうしときましょう。はい。革の服を10個ね、作ったんで、1ポイントゲットです。新しい住人来た。ありがとう。1人か。1人ね。まあいいや。狼ですね。狼が来ました。ちょっと狼やるかな。狼の攻撃だ。よいしょ。これ走るからいいよね、みんな。
よーしよしよしよし、行けって、誰が高いんだ？外にいた人々か。よーし、じゃあ、狼、レッツゴー。ね。いい、オラオラオラ、と。おいしょ。もう強いからね。戦い方分かった気がするね。はい、解除でーす。っていうか、犬が活躍してなかった気がするけど、どうなんでしょう。ほいほい、狼をね、ゲットしたんで、皮とお肉、作ってますね。うん。これで、服が一通りいっぱいですね。あとは、ここら辺は、ちょっと、そんな上げなくていいけど。こういう感じだね。お？こうだね。バランスよくっていう感じで。このね、バランスよくが難しいんだよね。うん。よいしょ。あれがな、一トンになったらなってずっと思ってるんですけど、右上。ずっと見ちゃうんだけど。ちょっと危険？食料がなぜか少し減った？でも、狼取ったから、いいんじゃないの？冬乗り越えた。これね、季節が変わるとさっといなくなるね。一匹行こうかな。まあ、いいか。夏だからね。あ、じゃあ春か、今。春で。よしよしよし。さあ、9人です。なんとか頑張っております。おそらくみんなやることが今ない状態だと思います。皮も取れたので、もうちょっと人口を増やしていきましょうか。ね。意図的には増やせないんですけど、キャパを増やすって感じですね。おいしょ。あれ？そこには作れない。おいしょ、じゃあここは。おいしょっと。ね。こういう感じかな。もう一個ぐらい作る？欲張りかな。おいしょ。はい、春。農業やりたいですね。おっと、来たよ。やる？やっちゃいましょうよ。おいしょっと。これは、よし、やっちゃいましょう。いけ。おっと、牛？ちょっと牛にしちゃおう。もう重いや。おっとっと。はい。やっちゃいましょう。ちょ、強引。この人したらびっくりしちゃうよね。目の前で。いきなりやれって指示出ちゃったから。はい、勝ちました。ね。取っちゃってください。はいはいはい。よしよし。ね。こういう感じですね。ゆっくり取ってもらおうかな。まあ、ゆっくり取ると取られちゃうからな。よしよし。ここでできるだけ皮とかは溜めてね。行きたいですね。制限かかってたらやだな。皮。無限ですね。無限無限無限と。担任も取れてるかな？取れてるね。担任。よしよしよし。はい。来た来た来た。ひょっとしたらマンモスっていうのは、ある種このボーナス特典的な意味合いがあるのかもしれないですね。いっぱい取れるからね。あれ？おー、したい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 。よしよし。あー、危ない。共存しちゃってる、共存。ね、共存しちゃってますね。現在12ポイント、子供が生まれましたということで、一気に15ポイントですね。はい、人口が10に達したためですね。行きましょう。陶器の時代です。これによって、水、井戸掘りができるんですね。はい、一気にアンロックです。井戸掘りができるということで、サクッとやっちゃいましょうか。で、まだできないのかな？うん、井戸掘りはまだできないみたいですね。まあ、いいか。よいしょ。で、10人なんだけども、槍がやっぱり足りないね。骨は結構あるので、槍を増やしていきましょう。4つ。そして、釣り竿ちょっと足りないかな。あとは、スリングはまあいいかな。ナイフ。斧ちょっと多めに行きましょうか。ほいほいほいと。はい。でね、お水を、あれですね、アンロックしたことで、お水をちゃんとこう、貯められるっていうことができるみたいですね。お水を汲むか。こういう感じかな？よいし
おっと、ちょっと待って。うん、何が起こった？よいしょ。あ、ここにいるのか。あ、よかった、よかった。あ、怖い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 。背面に熊がいましたね。お水をうんぬん言ってたら。よし、お水はこれで溜めてくれますね。20個でいいかな。お水あんまり溜めすぎてもしょうがないもんね。20個でいいや。はい、食料いっぱいですね。おっと、ここで少し分かれたな。なんかちょっと動いてない？すごく。移動してんの？これは。やる？これでも、いる？もう。この動き方怖いな。やっちゃう？やっちゃいましょう。一気。どうだ？ちょっとバラバラかな？みんな。よいしょ、いけ。とこいつやったってことは向こうもやっちゃうよっていう感じなんですけどね。はい、じゃあ、彼もやっちゃって、ザーッといって、この間ね、作業止まっちゃうんで嫌なんですけどね。はい、行って、とと、大丈夫。こんだけいれば大丈夫。よし、やっつけました。飽食の時代に突入です。はい、皆さん、飽食の時代に突入しました。取ってね、ちゃんとお肉。みんなやることやるのはいいけど、取ってね。あ、取ってんだね。ごめんなさい。お肉で隠れてましたね。よしよしよし、すごいすごい。やりますね。飽食の時代、まさに。もうこれ100超えちゃうよ、これ多分。はい、骨、10個。そうか、貯蔵が間に合わない可能性が出てきますね。早めに貯蔵を増やしちゃいましょうか。よいしょ。ね。今なら作り放題。3つあれば大丈夫かな？もう少し必要かな？どうなんだろう？もう1個っていうのは、ね。よし。もっと作られてない。石が枯渇し、あ、違うな。おー。そうかそうか、火打ち石が枯渇したぞ。はい、ここ取りましょう。火打ち石と。大事ですね。一人でいいや。遠いな。これを作ってもらって、もう少し作るかだよな。ちょっとでもいっぱいかな。物はいっぱいありすぎる感じもするし、いいかな。それよりかは、やっぱり槍とかナイフとか人数分最低限持つという感じかな。斧はそんだけいるのかがわかんないんだけど、ピッケルか。釣り具、そうだね。こんな感じかな。だとすると一つ明らかなのが制限をかけてしまいましょうか。100% なんだよね。120% がとてもいいと思うんだ。斧は 50% ね。釣り竿 50% でいいと思うんだけど。75ぐらいにしとこうか。ね、ピッケル75。スリング100いいよね。剣も100、125。こういう感じかな。これで結構、なんかありな感じがするけど。で、それに合わせて、こうでしょ？よいしょ。こう作ってもらえばいいんだよね。いやー、すごいね。これは本当に。なかなかイージーモードじゃないでしょうかね。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。続きはね、見たいっていう方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そしてね、メンバーシップよろしくお願いいたします。それでは。